命燃やすぜプレックス。はい、レオンチャンネルです。今年も新しい仮面ライダーシリーズのプレックス玩具来ましたね。定価はどれも980円で、相変わらずリーズナブルなんですけど、なんか今年は特にパッケージがかっこいいような気がしますね。今回買ったのはミニゴーストドライバーとガンガンセイバーのブレードガンモード、さらにガンガンセイバーの二刀流と成り立たモード。ガンガンセイバーは4モード変形じゃなくて各2モード変形ですね。今回はまずミニゴーストドライバーからレビューします。サウンドシリーズではありませんから音は鳴らないんですが、スライドロックを外してミニオレゴーストアイコンをセットしてパーツを戻してトリガーアクションができると。正面にクリアパーツも使われてますし、去年のドライブドライバー以上に出来が良さそうな感じですね。おー、すごっ。これがゴーストドライバーで、こっちがミニゴーストアイコン。お、こっちもめちゃくちゃちゃんとしてる。はい、中身はこうなってて、ミニゴーストドライバーとミニオレゴーストアイコン、オレンジ色のベルトパーツが4つです。ベルトパーツはこれまで通りですから、裏側からスッと差し込んで両側もヨットを刺して、あとはフックパーツに引っ掛けることで、はい、これで完成ですね。ちゃんとデラックスと同じようにオレンジ色になってますし、引っ掛けるところを変えることでウエスト調整ができます。そしてミニゴーストドライバー本体全体をぐるっと見回すとこのようになってて、上側、後ろ、下、裏側はすごくさっぱりしてますけど、表面はちゃんと造形されてて、ここはメタリックですし、ハンドル部分もオレンジですね。こんなにクリアパーツをふんだんに使ったプレックスの変身ベルトはあんまり記憶にないですよね。ワンプッシュで開閉はしませんけど、ロックを外して手前にパーツをパカッと開けることができますから、デラックスに近い作りですよね。しかも内側までモールドが入ってます。フロントパーツの内側はこうで、締めて横にずらすとロック、ハンドル部分も動きますので引っ張ると、お、まばたきアクション。おー、これは意外。書いてありますね。本体が瞬きします。おー、ここまでのギミックがあるとは思いませんでした。すごっ。離すと、おー、バネ入ってますよ。そしてミニオレゴーストアイコンは、ぐるっと見回すとこのようになってて、デラックスに比べてもよくできてますよね。さすがに絵柄のチェンジギミックは搭載されてませんね。では、ロックを外して、ここに差し込んで、パーツを元に戻して、ロック。そしてハンドルを引けば、おー、海岸、俺、レッツゴー、覚悟、ゴーゴーゴー、ゴースト的な感じで、ちゃんと瞬きギミックができますね。いい。クリアパーツの透明度がすごく高いですから、内側の造形とか、アイコンのデザインまで見えちゃってますけど、これはこれで新しいですよね。ちなみに同じシリーズのプレックスドライブドライバーと比べるところで、今年はいつも以上に気合入ってますよね。今回僕は780円で買ったんですけど、800円ぐらいで買えるドライバーとしては超絶完成度が高いと思います。ゴーストドライバーは早くもいろんなバージョンが出てますけど、こう見てもプレックス版いいですよね。さすがは信頼と実績のプレックス。では次は残りの2つのミニガンガンセイバー2種類をレビューします。以上、プレックス仮面ライダーゴーストミニゴーストドライバーの紹介でした。